72。師匠のとこ今日行ってきたんですけど、まあ100目指そうって、もうすぐ行くと思うよって言ってもらいました。イエーイ。ということで、ちゃんはコメダで待ってくれているので合流したいと思います。お待たせ。はい、今日は72でした。おめでとうございます。全然おめでとうじゃないけど、あ、すいません、ありがとうございます。今日はね、見えへん、首に4枚シールとお腹、まあいつも通りお腹と胸と一箇所に貼られました。でも最初が40やったから、うん、それに比べたら良くなってるからねって言ってた、うん、頑張って通おうと思います。ここに来る次はちゃんの美容室に行きます。な、うん、髪の毛ずっと切りたい。予約完了？予約完了です。じゃあとりあえず行きましょうか。あ、どうでしょうか。短くなったわ。え？短くなったわ。うん。まあいつもとそんな変わらん感じやな。まいつも。そんな感じやもん。いつも結局こうですよ、うん、これでまた3ヶ月ほど伸ばしてえ、あれ帽子かぶらんの？もう、ええ、そうなの、うん、いらんの？ワックスついてるか。ああ、そういうこと。ということで次はアップル行きます。今日のメガネはどっ、サングラスはどこのですか？なんかよくわからん、5000円ぐらいするやつです紫スポーツにあるようなメガネ、はい、今日のトップスはどちらですか？チャオパニックです。大学生みたいなボーダー今日のカバンはどこのですか？モンベルです。あ、大学生みたいなカバン、はい、今日のパンツはどこのですか？これ何やったっけ、トンボが履いてるやつゴーヘンプです。あ、ゴーヘンプです。買うてもらったやつです、はい、そうです。靴はどちらのですか？ニューバランスです。これ高いやつです回ってください。楽天ポイントで買えます。はい、今日のメガネどこですか？こちらシシクイのメガネになります。テレビジョン、高いメガネですね。そうです。
今日のヘアピンどこですか？今日のヘアピン、これポテテです。うん、安いやつですね安くはないです、別に今日のトップスはどこのですか？今日のトップスもこちら、シシ君のビッグティーです。まだ暑いので半袖でやらせてもらいますね。で今日のズボンはどちらのですか？こちらもあのシシクイです、うん、高いやつですか？これ、まあ、ちょっと高いです。こちらは何やったっけ、これパラシュート。あ、そうそうそう、パラシュートパンツです。今日のカバンはどちらのですか？今日のカバンはこれはリーカのです。聞いたことないやつですね。あのマニキュアのとこです。あ、そうなの。はい。で今日あえてあの靴ひも崩してるんでしょうか、はい、言ってくださいね、取れてるでも分かれへん、もうあえてなのかな。はい、いつから取れてた分からん、気づいたら取れてたな。で、靴は どちらですか？靴ニューバランスです。はい、じゃあ飛んでください。飛んでください。はい、おめでとうございます。お疲れ様です。普通に美味しいな。甘いでもいけた。うん、なんかヘルシー。これ先っちょめっちゃ細い。ごっつ細いな。珍しくない？うん、珍しい。珍しいよね。うん、多分割り箸にもこだわってると思う。細すぎる。ここ。そうや。怒られてた。すげえ。見てみよう。すごいね。大変やな、監督と。だから、これを小宮さんですか。自分は年切り。めっちゃボリューム。肉厚やし。優しい。全然ペラペラだから。すごい。名前でも食べれる。うま。うま。心とずりです。大きいし、ここがね、ボリュームがすごい。塩がいい塩梅。美味しい。だいたい塩派になりました。うん、ゼリー。うん。ボリュームすごい。うん、すごい。塩トリキとは違うんだろう。トリキとは違う。すいません。心。これ何かプリプリ。すっごい。うん。すっごい。何が
上品な上品上品おじいちゃんでやってんじゃん。あ、いや、僕もどうやってんの。そういうユーズディポンズあんまりなんかキムチ乗ってるの意外とないよね。あとなんか味噌っぽくないよな。うん、ポン酢やろ。うん、ポン酢やから牛すじポン酢。うん、上品、うまおいしい。うまい、濃いめじゃない感じ。うん、うまい、あっさりして本当おいしい。うん、本当おいしい。なんでパンついてきたんやろ。俺が一番わけわからんつくねやわ今まで生きてきて。もうおいしそうやけどな。どうしてパン食べる。だから難しい。何正解がわからん。どうすれば正解なのか僕にはわからん。今までで一番その人生が試しされるつくねですね。これ美味しいです。うん、これ美味しいね。最近手羽先してないセセリー。名古屋で食った手羽先よりも勝ち。いかんでいい。十分。うん、十分。ポテトサラダ。うん、はい、お願いします。ハーブ塩。ハーブ塩か、うん、スイートチリ。スイートチリ初めて知りました。そのまんまでも最初先にいただきます。どうだった。あ、でも美味しい。もうすでに塩コショウが塩振られてるから十分美味しいわけで、うん、ハーブ塩、はい。うん、ハーブ塩とスイートチリ。うん、うん、香りが増すね。あ、めっちゃ匂いするけど、うん、美味しいです。うん、このちっちゃいの、うん、で、何かけるハーブ塩。ハーブ塩、これハーブ塩美味しい。うまい。量多いな。締め。夜も更けておりますが。お風呂入って寝ます。違うね。喋るね。今日の動画はですね、最近見たドラマとかの話です。最近見たドラマ、うん、何見た最近。え、最近だからさ、あれやん、ちゃんが、アンフェアやったっけ。アンメットな。アンメット、え、アンフェアじゃない。
アンナチュラル。あ、アンナチュラル、うん、とアンメットが良かったって言ってたやん、うん、私はあのボーイフレンドとラブトランジットがいいって言ってたやんか、うん、それでなんかちゃんがアンメットをじゃボーイフレンド見るからアンメット見てみたいな感じで出てきて、うん、そう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 、私はボーイフレンド見てほしいって言っててんちゃんにな、けどまあまあアンメット見るからボーイフレンド見てって言う、あ、違う違う違う、え、あい、アンメット見るから、うん、アンメット見て、うん、見たらボーイフレンド見るからみたいな感じで、うん、で言ってきて交換料金してきたわけちゃんが、うん、だから私はアンメットを見たわけ、うん、でアンメットを見てんけどめちゃめちゃ良かった、めっちゃ良かったよめっちゃ良かった杉咲花が良かったよ、え、杉咲花ちゃんがめちゃめちゃ可愛かって、うん、私あの子供生まれたら女の子やったら、うん、あの昔花ちゃんにしようと思ってて、うん、けどまあまあ花ちゃんにしようかなって思っててんけど、友達の子供が花ちゃんってつけたりとかして、あ、花ちゃんじゃあ無理やなみたいに思ってて、うん、けどなんかそのアメットを見て杉咲花ちゃんを見てやっぱり花ちゃんにしようかなって思うぐらい、役名じゃなくて、うん、役名は何やった、役名つぐみ、いや、つぐみはあれや、マザーや、みやびや、あ、みやび、みやびではなかった、うん、で花ちゃんにしようかなって思うぐらい、もう花ちゃんがほんまに可愛い、もう毎朝一生懸命よ毎朝一生懸命やった、うん、毎朝一生懸命、うん、あのまだな、このアンのほらだってもう俺はアンメットはもうそもそももうやってた時から話題やって、あ、そうなの、全然知らなかった、今年あれアンメットって今年なんじゃないだから、うん、もうやってた時から話題やったけど、うん、見てなくて遅れて、うん、見ることになったけど、うん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 、すっごい良かったろ、良かった、良かったっていうのをちゃんに言ったら、うん、もうその日中に見れて、おお、どんどん進めたよ、どんどん進めて、ま、1話目はあ無理かもなって一瞬思って、うん、あれ毎回なんかゲストの人が変わるやん、ゲスト、うんうん、登場人物のゲストが、うん、お話が、うん、まあそのゲストのお話になっていくやんか、うん、で1回目のゲストの時にあんま食いつかんくって、うん、あ、なんかうんみたいな感じやって、うん、あ、こういう感じのドラマなんかなって思ってたけど、うん、え、あの花ちゃんが可愛すぎて見れたって感じ、なるほどな、うん、でこう見ていくうちに、うん、その花ちゃんの過去が分かったりとか、うん、周りの人との関わりの真相が分かっていったりとかして、うんうん、1日で見れたし、うん、ちゃんも毎回泣いてたって言ってたけど、後半戦な、後半戦な、うん、え、泣けたし、よかったよな、めちゃめちゃ良かった、シャンにめちゃめちゃ良かったって言ったら、うん、なんか2024年今年、うん、今年なんかそれのなんか TVer ですごく見られてたドラマ、うん、ああそういうことか、やってんてみたいな感じで、うん、じゃあそりゃ納得みたいな感じだったでそこをあのお母にも勧めた、アーメット、うん、そう、でもお母さん Netflix 見られへんからさ、ああそうやね、そう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 、俺あのでもおかんも興味そそっとったね、うん、あ、そうな、うん、そうやな、でもなんかちょっとちらっと見たことはあるっぽかった、あ、なるほど、あるっぽかったけど、いやそれもう伏線最後回収するからみたいな、あ、そうやな、うん、ここでは言えへんけど、そう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 、え、うん、ここで、まあ、もうここではもう言っていいよな、だってもうみんな見てるっしょ、分からへんけど、このこれきっかけで見られる方もいらっしゃるかもしれない、うん、あ、これきっかけで見てくれる人、ぜひ見てほしい、ぜひ見てほしいな、で俺あの結構あの関西テレビ系のドラマが好きみたい、うん、って気づいたい、うん、
関西テレビが作るドラマ。うん、えアンメットもそうやったの？アンメットも、いやなんかねこの映像がね、うん、カンテレっぽい、カンテレのドラマっぽいなっていうのがあるね。あ、わかるわかる。わかる。色彩っていう。そうそうそう、色彩。フィルターみたいな感じのやつ。うん。どちらかというとそのポップじゃなくて映画っぽい画質というか、うん、あ撮り方とかが俺やっぱ好きやなって思っとって、うん、アンメットもカンテレちゃおうかなと思って調べたら、うん、やっぱカンテレやったよ。え、他何がある？あとあのクライシスとか。ああ知らん。小栗旬とさ、うん、足ね、ドラマ見ないんですよ。ていうかテレビをほとんど見いんくって、うん、ほんまに見るとしたら YouTube、うん、YouTube、インスタ、TikTok で生きてる人間なんで、うん、テレビを全く見なくって Netflix とかもなんか見たいやつが出てきたら見るみたいな、うん、なんやろ、なんやった、いつも映画見に行ってるやつなんやった映画、キングダム。あ、キングダムとか、24とか。24って、ネットフリックスやったっけ？そう、あれはネットフリックスじゃん。ちゃう、なんかそういうのが見れるときは、それを見るみたいな感じで。うん、あと、そうそう、その前に、あの、ちゃんが地面師を見てって言ってきて。あ、そうそう、地面師、そう。そう、地面師見てって言ってきてて、で、地面師って感じやったんやけど、うん、まあ、見たら面白かった、うん、な、ハリソン山中、うん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 、最もフィジカルでみたいな、うん、そう、最もプレミティブで、うん、最もフィジカル最後じゃね。え、フィジカル最後最初じゃない。そこがやっぱ印象に残って、うん、なあ、それ最もフィジカル、最もフィジカルでプリミティブ、プリミティブでフェティッシュ、あ、フィニッシュのやり方でな、うん、あれも面白かった。え、最もフィジカルで最もプリミティブで最もフィジカル、最もフェティッシュ、フェティッシュ、フェティッシュのやり方で行かせてもらいますみたいな感じで、うん、まあ、人を殺すねんけど斬新やったよね。え、どんな殺し方って思ったら、そうそうそう、あ、それ、え、それなみたいな感じだったよなそれ、これはもうみんな知ってんかな、た、うん、確かえ、それみたいな、まあ、確かにもうフィジカルやうん、ただただ蹴り殺すっていうな、うん、面白かった。うん、いや、これはこれクライシスか。あ、見たことあるよ、うん、映画な、うん、そうで、地面師を見て、うん、で、まあこれもちゃんは一人で見てて、その後に私がまた一気見して、うん、で、まあ面白かったよみたいな、うん、なんかもう結局最後全員死んだっていうのがびっくりした。うん、そうやな、うん、だから2とかはないってことやんな。いやー、分からへん、分からへんの、うん、でもとっても面白かったでしょ。うん、なんかあのガーシーのことがあってから、うん、綾野剛のことを、うん、なんかそんなに、あ、そういう人やったんやみたいな感じで思ってたけど、うん、見れた普通にで、なんか地面師はほんまに一人一人の役がすっごいもう強い、うん、全員強かったよな、役柄が。そう、全員強かった、うん、で、ぴったりやったなって思った、うん、その人その人に、うん、いい味出してた。アントニーもちゃんとチンピラしてた。あはそうやな、うん、え、アントニーって殴蹴り殺された人？うんうん、あの、アントニーはほら蹴り殺されてはない。アントニーって誰？芸人。あぽっちゃりしてる人。あ、反社の人ね。うん、反社の人、うん、そうやな。あ、そうそう、アントニーが出てくるっていうのはあのかまいたちの YouTube で聞いてて、うん、で、そうなんやと思ってて、
そのちょい役なんかなって1話のちょい役なんかなみたいに思ってたら、うん、まあまあ出てきとったから普通に出てた、うん、でもまあ嫌なやつやったな、うん、嫌なやつやった、嫌なやつやって地面師も面白かったし、うん、そのちゃんが勧めてきたアメットも面白かった。アンメットっていう意味がなんか満たされないものっていうことをやって、それも本編の中で言ってくれんねんけど、うん、なんか深かったよな、うん、深かった、うん、こう光照らされてるところがあるってことは影になってるところもあるんだよみたいな、うん、みんな陽と陰、うん、プラスとマイナスがみんなあるやん、うん、あるからこそお互いどっちも成り立つっていう、うん、まあ明るい部分もあれば暗い部分もあるってことね。そう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 、なんかそれもなんか深い感じだったし、命にかける思いとかもな、うん、よかったよね。何より杉咲花ちゃんが可愛くて、うん、やっぱでも印象に残ったのはあの絵付けする気のとこかな。そうやな。あれは普通に受けた。あれはめっちゃ面白かった。うん。野呂佳代ちゃんが面白かった。うん、絵付けする気みたいな。そうです。なんて言ってたっけ。絵付けされちゃおうかな。しちゃおうかな。あのくだりが面白い。されちゃおうかなのとこ。うん、あれ、あれよかった。そう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 、あそこのシーンはなんかよかったな、うん、最後らへんやったけどな、もう最後か、あれ最後の日かもな、もう最後の、うん、めっちゃあそこ面白かった、うん、一回ちょっと巻き戻してみたもん。面白かったから面白かったもんで、多分その日帰ってきてからちゃんと喋ってる時にやったもんな、うん、なんかちゃんがこれ食べるみたいなことを言ってきた時に、うん、あったな、うん、そう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 、でちゃんもすぐに返してきたから、うん、すごいなと思って、ちゃんは多分見てから時間経ってんのにすぐ返してきたから、あれだ TikTok であそこ切り抜かれとるもんな、やっぱあって言うとさな、うん、あそこがやっぱり名場面、うん、あそうなんやな、名場面か分からない、だって心に残ったもん、うん、で地面師はあそこやな、うん、プリミティブなとこ、うん、フェティッシュで、うん、言葉としてな、うん、そう結構やっぱドラマが面白い。そうやな、あとだから結構俺も俺わりかし見とるんよドラマ、うん、なんだかんだ、ね、あとあとやろ、そうそう、じゃあ結構さ日曜日の夜9時あ9時のやつの4ちゃんの、うん、そう TBS 系、 TBS は結構見てるやん、結構好きやな、半沢からかな、あのドラマの枠にハマった、うん、だから私はその時間大体暇なんですよ、うん、ちゃんがそれ真剣に見るから、うん、そうそう、で一緒には見えへんねんな、うん、なんか私はハマらんって、ハマらん、ハマらんのよな、うん、そうそうやな、うん、あとでそうカンテレ系エルピスっていうやつも面白い、もう初耳、これはあの新聞記者、うん、新聞記者じゃねえな、キャスター、キャスターがこう日本の政治のこう闇の部分を暴いていくみたいな、うん、これもカンテレ系でしたわ。あでもそれはちょっと興味あるかも、うん、えそれほんまに暴いてくれてるの？そうやな、うん、誰出てる？長澤まさみ、まさみと東京 MER の人、今日東京 MER もさ進めてきた、うん、で何だっけ、アンフェア、うん、うん、アンナチュラル、あそうそう、アンナチュラルをちゃんは進めてきとってんけど、私アンナチュラルは見たことあるって、あの篠原涼子のやつやろって言ったら、いやそれはアンフェアやろって言ってきて、ほんなアンナチュラルはなんなんみたいな、うん、それはあの司法解剖みたいなの話、なんかちょっとそれもなんか見たことあるね、チラッとな、うん、あ鈴木亮平ですわ、あ鈴木亮平ね、え
これも結構面白かったです、ね、東京 MER も鈴木亮平なんや。そう、東京 MER も普通に面白い。で、何だっけ、あのアンメットのその先生、うん、あ、井浦新たな、井浦新たが、がなんか私あのなアンメットでもあこいつ絶対悪い役やって思ってたやん。そうそう、こいつ絶対悪いやつや、いい顔してるけど、うん、絶対悪いやつやって思っててんけど、うん、ちゃんがそのアンナチュラル、うん、好きやって言ってるドラマに結構出てるって。あ、なんかそうそう、わ割そうそう、俺はもうあの今年初めて井浦新さんを知ったんやけどって言ってていやでも何やった、ヘビとピアス、ピアス、うん、の沢尻エリカ、違う違う、じゃなくて吉高由里、吉高由里子の相手役が多分そうやったと思うで、うん、存じ上げ、それさ見たらさ、あ、ほんまやってなって、あ、そうなの、え、こんな人やったっけって、それ見たことないねんけど、うん、こんな人やったっけと思ったら、うん、そんな人やって、そう、で若い時、うん、存じ、だから俺今年初めて知っている、うん、新田さん。でももうその結構古い時からやってたってことやな。そうや、だってまあまあ全然俺より年上やからでもさ結構見たことあるんやけどな顔は、うんうん、いや俺もほんと今年初めて、いや、うん、認識したのが初めて、うん、もしかしたら見てたら井浦さんな、井浦新田さんだからもうあのアンナチュラルとアンメットで、うん、もう役柄がもうなんか全然違う、みたいな感じで全然違う。いや、あのアンナチュラルも普通に面白かった。アンナチュラルの方が俺先見たから、うん、アンメットより、うん、それから、うん、アンメット行った、うん、でもアンメットの方がやっぱこう杉咲花さん の, あの偉大な演技力、うん、あれはやばいな。演技力なのかなんかよく分からへんけどやばいな。うん、なんかなめっちゃ可愛いね。なんかなんかすごい、なんていうん、そんなさ、なんていうの、 いそうやんな、うん、ほんまに、うん、それを演じれてるっていう感じ、うん、自然体よね。そう、自然体、そう、それえらい自然体、自然体やし、なんていうの、もうすごいね、ほんまにその記憶がないから、うん、その日の記憶はあるんか、その日の記憶はあるけど、寝て起きた時に自分が記憶がなくなってるっていうことがもう忘れてしまってるっていうので、うん、毎朝そのノートを見て、日記帳な、覚え、そう、日記帳を見て、うん、全部覚え直すねんな、この先生はこういう先生でとか、うん、患者さんはこういう方でこういうのを喋ってたとか、そういうのをね、周りの人もいい人やん、その記憶がないっていう先生で、今はもう先生としてはできないけど、うん、看護師さん的な感じで、うん、まあ、その仕事を続けているねんけど、うん、その過去のね記憶がないっていうのを周りの人もすごいサポートしながら仕事をしてるっていう、あの環境、あの周りのチームもいいなと思ったし、でもそれは多分花ちゃんのあの性格、うん、あの本人が持ってるあの努力なところとか、そういう素直なところとかがあれやんな。そうやな、そう、あれ周りも良かったよ、だから周りの登場人物も良かったね、良、うん、かった。あれ原作アニメやもん、漫画か、知らん、漫画みたいな、それも良かったし、うん、なあ、ほんま良かった。アンメットは今年一番震えてるね、うん、よかった、うん、雨とよかって、まあ、それを見て、でその後にちゃんはビッグボーイじゃなくて何だっけ、ボーイフレンドボーイフレンドをちゃんは見ました。頑張った、最初は頑張ってた最初はな、うん、え、1話から9話ぐらいかな、10話、10、うん、11ぐらいかな、うん、まであんねんけど、まあ、それを見たよね。だからそういうなんていうの、恋愛系のやつをちゃんと見ることって何や、恋愛リアリティを見ることって、うん、リアリティショー、そう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 、もうないのよちゃんと見ることを。で、私は一人で見て一人で楽しかったわけ、うん、でしかもボーイフレンドはみんな男の子、うん、
っていうのがあるから、うん、男の子の恋愛やから、うん、まあなんかそれも新しくって、うん、そうでもうどん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 なんていうの広まってすごい世界的に話題になってるやつやからちゃんにも見た方がいいよって面白かったから見た方がいいよっていうので、うん、あちゃんは頑張って見てんけど面白かったやろでも途中からいやもう途中から面白かった、うん、なんかなもう私は一回見てるからそのちゃんと一緒に見てる時にちゃんがこれこうなるんやろとか、うん、あこれこうやわこれこうやわって言ってることに対して、うん、あちゃんってちゃんと見れてんねんなって思った分かってんの見てないようでちゃんと把握してんねんなとか、うん、あ、勘鋭いところあるなとか、うん、あ、そうやねその一言が面白いねんとか、うん、あ、そこがそう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 今後大事になっていく年齢とか、うん、なんか意外やそうやで、うん、ちゃんと見えてんね把握してて面白かったいや結構何が面白かったっていうさあいやまあ面白かったよいや全体的なあれがね、うん、やっぱり何やろうな言い方が悪いのかもしれないけどあんまりそういう人たちの恋愛を見て、うん、なんだろうなそれを見てて気持ちいいものかどうかというか、うん、というかなんか言葉で表すのは難しいまあただでさえ人の恋愛なんてどうでもいい人に興味がないもんな恋愛どころじゃないやん、うん、それを、うん、まあまじまじと見れるのかなっていうところがあって、うんうんうん、最初の数話は我慢したな、うんうん、でもやっぱ見ていけば結果はまあ感情移入して、うん、感情移入まではいかないのかもしれないけどまあそのストーリーというか、うん、あ入っとった入っとった入って、うん見れてたかな普通に面白かったかな、うん、その人間関係とか、うん、あとやっぱ司会者っていうのまあそうやな徳井さんだったり徳井さんとか、うん、めぐみとか、うん、青山テルマとか、うん、あとダンス女装家うん、まあ、後半もあの女装家の変身がすごくて、うん、見るたびにリアクションし出てくるたびにリアクションして最初はおとなしかったよ最初は何もせずにノーマルフォルムなんやったよな少しずつなんかこう明るくなっていって、うん、最終的にもう飛びライオンみたいなライオンみたいなそうどんどん変わっていっとったりあとはもうあの得意のあれが面白かったよ続きましてああそうそう お天気です誰やったらホランがホランがやっぱその、うん、なんコメントするとそうそうニュースみたいな感じになるねそう、ね、ですかさずそこで徳井さんが、うん、続いてはニュースになりますみたいなお天気になりますみたいな感じで言っとってそうやっぱすごいなって思ったし、うん、私はもう徳井さんのなんかもう夕日が沈む前にみたいなのも面白かったし、うんやっぱ徳井さんがああいう何恋愛リアリティーショーに何かわりかしで、うん、テラスハウスとか持ったっけうんいや私も見てないねんけど多分おったと思う、うん、なんかババゾノとかババゾノあババゾノってアジアうんおった気がするで、うん、だからやっぱあれはあれやなやっぱ徳井さんは必要やった必要なんやろなうん、うん、でめぐみも必要やったと思ううんやし、みんなは誰が好きかわからんねんけど私は最初はあ、カズトがいい子なんかなと思って、うん、最初は私、あ、テホンは無理、うん、ダイは無理みたいな感じやってで、途中で、あ、名前忘れたリョータあ、途中でリョータを好きになりました、うんリョータ好きになったんやけどリョータがなんかちょっとなんていうかな LINE 送っちゃったりとか、うんうん、そういうのをした時にあーってなっててアランが登場した時にやっぱり私はあ、アランかもってなった、うん、アラン好きやなってなっててでもアランを恋愛の相手にってなると
ちょっと温度差とかも出てくるんかなとか思って、やっぱり涼太なんかなとか思ってて、まあ最終誰でもなかったけど、最終アランとカズトがひっついてほしいなとは思ってた。なるほどね。まあじゃあちゃんはカズト推しやったな。そうやな、良さだってもう一番良さそうな、そうそうそう、バランスが取れてる感じやったもん。そうそうそう、だそうやな。ちゃんはもう旬のことをもうメイラって言ってた。どぎついね。そう、分からへん。まあでもその旬はな、難しいやろうなって感じやった。なんやろうな、まあ大でよかったよ、ほんまに。第三、第くんはすごく、大人やなと。10個以上したやけど、あんなにあのメンヘラ発動されてそのそこまで待てる力というか、その相手を信じ抜く力が結局勝ったやんと思うよな。無理やな。すごいよな。だから期待、そう、期待してるからこそ信じれるし待てるんやろ。育てたよね、だからしゅんくんのことを。そう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 。でしゅんくんもで素直に開けたよね、心を。そうだから、そのビーチボーイじゃなくて何やった、ボーイフレンドのネットフリックスの本編の後にもいろいろそのボーイズたちが集まって。一緒にボーイフレンドを見る回の YouTube が上がってたりとか、いろいろな、なんかこう1から3話まで見た後にゲスト、他の違うゲストがそれについて喋るとかいう回とかもいろいろ YouTube で上がっててんやんか。それちゃんもそれ見てたやろ。だって見てた。だからそこまでそれは言ってないのに、ちゃんはもう勝手に見るぐらい面白かったやんと思う。結果的に面白かった。やっぱだからまあ、キャラが立っとったよな。もう最終的にテホンはもうあの寄ってへんな。寄ってへんっていうのはその悪い意味じゃなくて、完全にあの俯瞰でアドバイザーしとった。テホンもいるよ、重要やったな、テホンも。まあ、だからまあ全員がいい感じで、あのそうそうそう、現世のめめしい感じも良かったし、現世のな、だから、現世限定とか足が届かないとかも私ちゃんの前でやってたんですけど、全然、まあ、全然もう知らんもんやからスルーやったんやけど、だからそれが本編でちゃんが見てる時になった時に、これ私言うててんけど言うてな、もうそれじゃ全然俺だ。足が届かないとか言うとってんけどな。全然、でもやっぱ一番面白かったのはアランの水やりかな。アランがね、ご機嫌でね、水やりしてたんですけど、ツッコミも面白かったよな。あれは水やりじゃない、水遊びだよ。テホンがな、ああ上手やな、上手に言葉使うなと思った。面白かったな。まあ、最終的には結果的には面白かった。そう、もうアランのいい加減にしてが私はもうほんまに好きやった、これはでも本編では言ってないね。本編ではいい加減にしては発動してないね。けどそのまた裏話みたいな時の集まった時に、あのいい加減にしてって言ってた。それはあのシュンが1位になった時、ゴーカートのこれ、え？もう言っていい。分からん、言っていい？ってやろ、まあ。これをきっかけでもしかしたら、その僕みたいにあんまりそういうのも興味ない人でも、あれ、その僕な、今日あんな興味なさそうな僕が見たんや、見てみようかなって思う人がもしかしたらいらっしゃるのかもしれない。ああ、そっかそっか。じゃあそういう人はちょっとここで止めてもらうとかな。うん、せやな、せやな。だって全く興味ない僕が。そうでちゃんと全部見て、そうそうそう、アフターエピソード見に行ったっていうな。見に行ったっていうな、面白かったなと思う、ほんまに面白かったから、
あれも2をやってほしいなって思う。うん、それはみんなも結構願ってた、うん、見てる人。でもまあ、あのなんかコメントでも書いてはったけど、うん、あのよくコメントどこに書いてたの？ YouTube とかです。あ、 YouTube の方、うん、あのよくこの、うん、なんだろう、バランスよく、うん、集めれたなって、うん、とんでもないすごいそのバランスやったんちゃうかみたいな、うん、いやー書いてあって、そのバランスって難しいよな。あれは確かにその分からんと集めてるわけやもんな。分からんと集め、結果的に、いやでもまあ結果的にみんな心が綺麗なんや。そう、なんか誰一人意地汚い人がおらんかった気がする。意地汚い人がみんなピュアやったよな。みんなピュアやった、みんなピュアでみんなが思いやりを持ってたから、うん、まあバランスすごくそのなんだろうな、バランスがよく見えたというか、うん、成り立ったというか、うん、まあでもあんなに心の綺麗な人たちがしかいなかったら戦争なんて起きひんからな。そうやな。あ、いやだってあれみんなで同じところに1ヶ月ぐらい住んで、その中で、まあ、共同生活しながら恋愛をしていかなあかんくって、うん、それかぶったりもするわけやん。かぶ好きな人がかぶったりとかで、その中でデートに行かれるのを見たりとか、うん、仲良くしてるのを見たりとかするのも結構きついよな、うん、あと自分でこうなんていうの、二人っきりになりたい人を選ばなあかんとか、うん、そういうのもさ、選ばれへんかったとか、うん、そうやな。そうそう、すごいよな。 その中でうまくやっていけるってすごいよな、うん、ただでさえ共同生活とか俺無理やけど、うん、その中でなんか知らん人と恋愛関係して、うん、それを嫉妬していくっていうのは、うん、あれはしんどい。メンタルいかれそうな企画やなそう、その中でやっぱその世界に配信されるからさ、どう見えるかとかもやっぱ怖かったと思うねんな、うん、そう、その中ですごいなと思った。でも結果全員好き。最初はだから無理、この人、私は恋愛、私がその中におったら無理やなって思ってた人も結果好きやったな、全員、うん、だから手本兄さんもめっちゃいい人やんってなったし、うん、大くんもめっちゃ優しい子やなってなったし、うん、そうやな。そうだからみんなのファンで、みんなのインスタをフォローしてる。あ、そうなの、うん、その後の動向も追っかけてます。そうだからインスタライブとかもしてくれるから見たりしてるし、うん、来週は YouTube とかもやってくれてるから見たりしてる。ラブラブやな思って。あ、そうなの。めちゃめちゃイチャイチャしとんな思って。でカズとも YouTube やってたから、うん、やってるんか見たよ。なんか今過去の動画消しちゃってて新しい動画になってるけど、うん、過去のも見た、面白かった。カズトってこんな感じなんやみたいな、結構もう天然でみたいな。あ、そうなの、ね、うん。あとはちゃんに見てほしいなと思ってるのがラブトランジットを次は見てほしいなと思ってる。もういいかなあれがたまたま面白かっただけな気がする。え、でもあれも面白かったね。だってそれはそれでまた面白いで。相乗りとか、うん、テラスハウスとか、うん、こっちも興味なくて、うん、アンメットも見てもらったお礼でブーフレンドを見て、うん、あれはえ、だからアンフェア見るから、アンナチュラル、あ、そうそう、アンナチュラル見るから。ラブトランジットはあれやろ、あのラブトランジットやって。ラブトランジットは何、うん、元彼元カノ全員が元彼元カノのカップルが4組ぐらい、うん、5組ぐらい、うん、で共同生活をまたすんのよ。あれはホカンスやったわ、ホテルで共同生活、うん、ホカンスって言うの、ホテルで暮らすみたいな、ホテルで過ごす日々みたいな。ああ、
ホカンスっていうの。それホカンスっていうの。そうなの、そう知らん。なんかコロナの時に生まれたんかな。コロナの時に生まれた。ホテルで過ごすみたいな。そう。そう。旅行をなんていうの、その都内のちょっといいホテルで。ああ、ほんまや。ホテルでの滞在そのものを目的とした休暇の過ごし方。ホテルとバカンスを組み合わせた像。2013年頃から徐々に流行。もう10年以上前にできた言葉ない。2020年初めましてやった。だってもうその俺ホカンスしようなんて思ったことないし。そう。でホテルでホカンスをみんなでするねんけど、まあそれもさ本当にいろいろあるわけよ。私にはできひんあれは。ああそう。えだってちゃんさ元カノを連れてさ、その集まってさ行ける？いや無理やな。えその元カノがその違う男の人となんかしてるとか、うん、それに対してどう思う？大丈夫やな。何も思わへん。まだ俺、うん、何も思わへんって思ってるかもしれんけど、何もか思うと思うで。もしかしたら、まあ、そう。やし、逆もしっかりやん。まさに。だからちゃんとその前の彼女はどっちも新しい恋に向けて参加してるかもしらんけど、その参加してるカップルの中には復縁しか考えてないっていう子もいるし、で片方はいや新しい恋を探すって言ってるパターンもあるし、いやあれはすごかったよ。いや面白かった。あれももう一気見です、一日で。まあそれはええかな。いやだからそれはあのまた交換で見ます。いや別に俺別にそこまでして。いやでもさ見てほしいやろ、おすすめのやつって。いやでも それはいいかな。えあんまりだから恋愛系をこう、うん、見たいっていう気持ちにはならない。でも私がおすすめするのがいや面白いって思ったのが恋愛系やで。ならバットマン見てほしいわ。バットバットマンなんてなんなんて感じ。せやろ、うん、せやろ、うん、全然入れへんやろ。入れへん。うん、それと一緒。え、でもね、バットボーイじゃなくて何やだ。ボーイフレンドは、ボーイフレンド入ってやん。ボーイフレンドは結果的に面白かったけど。だからそれぐらい面白いんやでってこと。あなたがバットマンを見るんやったら俺の好きな、うん、さ、クリストファー・ノーラン、違う、なんかまあクリストファー・ロビン、まあ新バットマンの3部作を見るんだったら。3部作ってどういうこと。 1,2,3 が見るんだったら俺もラブトランジェット見るわ。だってラ俺は3部作やけど、あなたのやつはもう10部作みたいなもん。 えでも3部作ってそれさ1個さ2時間以上あるやろ。うん、あるある、うん、ほんな 1,2,3,4,5,6 やん。ほんでそんな1時間もないもんあれ。え、でももう最終的にはあれやろ、10時間構成やろ。1日で見れるよ。かもスターウォーズ 1,2,3 見るから。え、スターウォーズは見たって。いや、1,2,3 俺が好きな。じゃあ私 SF 無理なんですよ。ドキュメンタリーじゃないと無理やね。だからバットマンも SF やろ。いやいや、もう変な SF じゃないもん。え、バットマン。バットマン、スパイダーマンちゃうよな。バットマン、うん、え、バットマンってあの黄色と黒のやつ。うん、それあれちゃうか、こうウルヴァリンちゃうか。え、またちゃう。バットマンはあのコウモリ。あ、コウモリやろ。黄色と黒じゃない、うん、ここに黄色と黒のマークじゃない。ああ、そうなのかな。いや俺が知ってんのは、ま、黒かな。バットマンね。そのバットマンかスターウォーズ見るんやったら、うん、あのラブトランジット頑張るわ。これはもうほんまにな、それ頑張るやで、こっちからしたら。え、だから 俺からしたら頑張れ。バットマンは頑張れやわ。うん、ああ、いや、だからそのスパイダーマンもスターウォーズ、スターウォーズも SF やね、足の中で言ったら、うん、バットマンはまだ SF ではない、うん、まだリアルな方。あ、そうなん。ああ、でもおらんやん現実にバットマンって。
スーパーマン的なことやろ。いやいや、でもなんか空飛んだりはしやん。歩いてんの？あの基本的にこう科学の力で、まあ、飛んだりというか、まあ、あ科学の力です。科学の力というか、その超人。じゃあドクター高松みたいな人？中松どういうこと？いや別に何かその科学手から何かを出したりとか、こうなんかこう空を飛ぼうと思ってこう飛んだりとかはない。全部その種があって、こう例えばなんか紐をつけてやな、こう飛ぶとか、紐つけてな、紐で引っ張られて飛ぶとかさ。あ、じゃあそこは現実的なんや。基本的にバットマンの方は現実的やな、どちらかというと。バットマンを見て何を学んでほしい？この世に悪が栄えても、うん、誰かその悪を潰してくれる人がいるよってこと、うん、あと、うん、暗くて悲しい過去があっても、うん、一回落ちぶれても、うん、またそこから立ち上がることもできるんだよって、そんな話なの？人間の強さが出てるのがバットマン、うん、あ、そうなん、うん、俺が見てほしいスターウォーズはスターウォーズはなぜ SF やん、なぜダース・ベイダーが生まれたのかっていうところなんです。ダース・ベイダーって何でしょうか？あの、シュコーシュコーする人や。黒い。シュコーシュコー、あー、黒の人ね。黒の人、うん、レイやろ。レ、うん、まあまあ レイではないけど、レン、いやいや、レンではない。レンが尊敬するのがダース・ベイダーやな。いやー、ダース、もうスター・ウォーズは完全に、スター・ウォーズは見たんですよ。スター・ウォーズは見たんですよ。ちゃんが好きって言うからね。いやでも俺は思ったね、やっぱりあの映画館行って1、2、3、あれも感動ですわ。そうなの。うん。ワン、ツー、スリーが面白い。あ、違う、見たもん、なんですか、ほんだら。あ、ね、7、8、9じゃん。ちょっと待って、そんなあるん、うん、スター・ウォーズはそもそも4から始まってますから、ね。4、5、6。で、そこから何十年後かして、1、2、3。でそこからまあ何十年後か、十何年後かで、7、8、9か。へ、うん、4から始まってるから。え、でもさ、その4から始まった時、あ、4から始まってるって知ってたの、みんな。な、いや、なんか1やと思って4見てたよな、絶対。そうやろな、気持ちはな。ほんだら、でも、もう4からやね。ほんだら、え、過去があったみたいな感じになったの。4、5、6で、一旦完結したわけやな。うん、うん。これも悲しい戦いがあったね。で、そっからや。1、2、3、あれがやっぱ完璧やった。ほんならさ、それ流れ的に全部見なあかんのじゃん。4561でも456ってもう1970年代ぐらいの話。あ、もうない。いや、あんね、見れへんの。いや、見れるけど、もう映像がゴツゴツ古いびっくりするほんなら見れへんってこと。なんか見れるけどチープやわ、やっぱそれ。でもそれだって、それはそうだもん。でもそっからみんなわからんくない？うん、1,2,3 から見てわかんの？いや、1,2,3,4,5,6 は綺麗、一番綺麗の流れ。まあでも公開上で1,2,3,4,5,6 が綺麗の流れなん？うん、それはやっぱだからこう変遷があるからね。まあでもやっぱ4,5,6 見て、うん、あ、こういう話なんや。で、1,2,3、あ、映像綺麗やなって映像綺麗やな。でも 1っつってももう24年ぐらい前か、2000年ちょっとぐらいに。ああ、そういうことね。スター・ウォーズ、まあまあまあ、スター・ウォーズ SF やから、まあバットマン、うん、じゃあまあバットマンにするわ。ああ、え、それネットフリックスで見れるん？バットマンあったと思うよ。え、そうなんよ。ほなコツコツ見とくわ。ほんでラブトランジット行って。そやな。最近な、見てるのあるね。何？なんか1週間海外に行って別れるか結婚するかを選ぶやつ。もうね、そんなんばっかなん最近。だからさ、そのだからよその恋愛系を見始めたわけよ、うん、面白いんやって思って、次それが始まったから。それは多分アメバかな。そんなんばっかなん、うん、ドラマとかない？映画とかないねんな。そっちにしてほしいなでもそれはまだ進めてない。ジャンには、うん、
進めんでいい。うん、進めてないよ。それはまだ私もそこまで入り込んでないから。うん、それはいらんかな。それは、あの、多分リアルスピードで行ってんねん、私も。うん、今までのは、ちょっと遅れてから入ってるから、うん、一気見ができてんけど、あ、それもう毎週見てるわけや。毎週になってるか、いつ上がるんかもよう分かってないねんけど、あ、ワン出てるわみたいなんで見て、うん、でそこで終わってツーがなかったから、うん、あ、まだなんやと思ったらまた出てたから、あ、と思って。なるほど、うん、って感じです。ということで皆さんよかったら見てみてください。見てみてね、どうやったか、うん、杉崎花ちゃんどうやったかとか、うん、アンメットどうやったかとか、うん、あと地面師の例の部分、うん、私も面白かったよとか、うん、日頃の会話で使ってるよとか、最もフィジカルでっていうことある。あったやん、でも一時期使っとったやん、まあ、どうするみたいになった時に、まあ、バットマン見ていただいたり、スターウォーズ見ていただいたり、あと、バットボーイじゃなくてね、ボーイフレンド、ボーイフレンドの私は誰推しだったよみたいなね、うん、そうやね、うん、もうまた教えてもらえたらなと、うん、面白かったんで、うん、よかったら見てください。はい、はい、全部多分見れると思うんで、うん、ということですね。そうやな、はい、じゃあねー、バイバーイ。